あじー、熱々のチーズが舌を焦がす。私は舌を火傷した。しかしこの痛みに私は実感する。この大地のエネルギーを。危ない人だな。お、奥への道が。ってことはこれが終わったら次シュッて横に行く感じやね。シュッて左側向きに行く感じやね。いや、靴の中に石が入ってるってのは好きな話とかそういうことじゃないと思うけど。キャンディーの顔、この辺かな。キャンディー、懐かしいな。あれ？キャンディーってどんな顔だっけ？まあ、見たら思い出せるよね。曖昧。友達の顔は忘れないでしょう。でも仲間ってなったら、いや、忘れんやろ。どっちにしろ忘れんやろ。はい、来たー、キャンディーさんの顔。燃えるキャンディーゴーレム。落ち着いて、落ち着くんだ。落ち着くんだ、キャンディーさん。ほら、みんなで力を合わせていこう。から焼きー。いいぞいいぞ、ダメージ量いいぞ。あ、でも逆にこうね、防御力が低いけんあれなんやけど、こうでもいけるんじゃないこれ。どうよ。そしてこっちにはね、マリアというお助けの方もいるから。嬉しい。から焼きー。あっという間に崩れた。範囲行動、範囲行動は辛いね。お、いいねいいね、体力回復。そしてから焼きー。なんか対抗してます。みんななんかお互いに対抗しちゃったりとかしてます。もしや炎に焼かれ灰となれ。フレームタワー、なんそれ。なんか前置きの言葉めっちゃかっこよかったんやけど。中二病。中二病なの、もしや。はい、勝利。無事でよかったね。さあ、これで3人みんな助けましたね。うん、でも他にもさらわれた仲間たちが。うん、そうでしたか。とにかく一度ホラー穴に戻りましょう。え、だってさ、キャンディーに話を聞こう。え、だってあれ、一緒におった時とそんな違う。え、そうなったんですねって。前のメンバー会ったことなかったっけ。アイナ様、ポストマン来た。いやいや、私はどこでもポストマン。アイナ様にお届け物です。手紙を受け取った。しかとお渡ししましたよ。ありがとうございました。アイナへ、やっほー。俺は今ガールさんのところで真面目に働いてるよ、ジャイアンより。そっか、改心したんだね。魔人ジャイアン頑張って。結構似とるよね。みんなすごいな、なんかセンスの塊やわ。ほい、それじゃあ続けますよ。当然ながらみんなの様子はいいとして、さ、料理お任せで。どんどん減っていく、仲間が増えていくから当たり前だけども。当たり前なんだけどもね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ウェディングブーケ欲しい。ウェディングブーケは何、誰の、誰だ。ウェディングブーケ、あ、ペア旅行券か、惜しい。あと2つぐらい、あと2つぐらい右に寄ってくれれば。はい、それじゃあこれはアイナとクルミンで行きましょう。レッツゴー。バカンス、バカンス、いいね。ほらほら、後ろでイルカが跳ねてるよ。
二人は旅行を楽しんだ。楽しかったね。ねえ。お、スキルレベルアップ。好き。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。素晴らしい。ってことは不機嫌にもならんってことかな、あれは。この二人の間ではやけど。はい、そして。お、お小遣い。はい、マッチョの花。マッチョの花ね。なんか、合流してすぐのクルミンがめっちゃマッチョやったけど。しかもこの色やったよね。さ、色味的には、どう？葉っぱ的な色としては、これがめっちゃいい感じやけど、でも私何気にこの銅の色がすごく気に入ったんやけど。めっちゃ気に入ったんやけど。これでいきましょう。はい、そして、さあこれで、キャンディーさんをお迎えに行かんといかんね。花の服、花を12種類集めよう、達成。はい、そして、これでキャンディーさんの顔が。はい、洞窟へ。洞窟？ホラー穴？さあ、これでお迎えに行って、ミノタウロスとの勝負ということだね。オッケー、オッケー。キャンディーさん、来たよ。あ、今私あれやね。マリアと同系統の格好しとやね。色味的に。さあ、これで。オッケーでしょう。あ、キャンディーさんも今ムキムキや。この頭までムキムキになったのすごいよね。よかった。あいな、助かったよ。大魔王の城から9人で逃げたんだ。でも途中で捕まっちゃって、他のみんな大丈夫かな。ふん、それでは城へ向かいましょう。他の6人はこの先にいるはず。よし、みんなを助けよう。めっちゃ淡々としとんやけど、なんか。大賢者が。はい、キャンディーが仲間に入った。火山へ向かおう。火山はどこでしょうか。一応今おるのが火山入り口っていうことかな。だから多分守りおる場所を、そっち？いや、わからん。とりあえずミノタウロス倒してこう。4人おるしね、これで。こっち側は。向こうは2匹か。いけるかな。いや、行ってもらうしか。ほらほら、そっか、仲間がおったらね、パワーアップすることもできるけんね、こういうので。頑張ってくれ。みんな、全員結構やばいね。新しい技、メガキュア。大事、回復大事。キャーあーやめて。お、HP バナナ。お、なになに？焼きバナナ。これでちょっと回復量が、あ、もうダイプアップした。いいやん、いいやん。すぐに回復しますね。みんなめっちゃ、みんなめっちゃ回復する。お。いけ、ネックパンチ。手応えあり。あー、バニッシュメントが成功しなかった。しなかった。でももう今回はこれ多分余裕ではないか。でもやっつけれると思うけん。頑張ろうみんな。お、キュアありがとう。いいぞいいぞ。メガキュアありがとうキャンディーさん。回復技の横行がすごい。初めての指揮行動、身代わり。この子をやるなら私を代わりに。いやー、だいぶ体力が奪われた。そして回復料理ね。私も手伝うよ。花が咲くよー。めっちゃキラキラウルウルの目。そろそろやっつけれると思うんやけどな。どうかな。結構あれやね、だいぶ余裕を持てとるかなっていう感じはする。
こう攻撃を受けても受けても、あーくるみーん、ちょっと待って、お、初めての好き行動、敵討ち、お、あーとかじゃないやろおはよう世界、あーあーぐらいで片付けられちゃうの、つらいよつらいよ。お、ピッコーちゃんがレベルアップ、ボーナス経験値プラス320。さあこれをじゃあくるみんだね、あ、上がらなかったか上がるかと思ったんやけどな、レベル。お、これで美食家さんのところに、お、じゃあここ美食家のところを抜けたらなんか火山に行くっていうことになるんかな、あれは。何食ってんの、もぐもぐ、あ、あじー、熱々のチーズが舌を焦がす、私は舌を火傷した、しかしこの痛みに私は実感する、この大地のエネルギーを。危ない人だな。おや、私は美食家村人最高の料理に感動しています、この感動をぜひあなたにも、ありがとう、チネスピザ、ボナペティ。で向こうにびっくりマークがあるけど、ちょっとこっち現れてからまだね一回も行ってないけん行っておこう。向こうへの道も伸びんかったしね、今美食家のところ通ったところで、いいとこ見せるぞー、みんな仲良くしてこ、まあ、このうちのね3人がムキムキなんかなお互いに助け合ったり、うんうん、力いっぱい喧嘩したり、え、危ない時は盾になってもらう、意外としたたかだね、めっちゃ自己中な感じやったね、盾になってもらうはちょっとよろしくない、盾になってくれる子もおるけども、それは向こうからの自発じゃないとね、デビルか死神じゃないね、きっと大丈夫死神じゃないから大丈夫、死神ほんとね一発でやられるときはやられるけんね、999とかなったりするやん、ダメージが、そんなのちょっと耐えられませんからっていうえ、でも最終段階はどうなんやろ、999とかいくのかな、体力、まあでもどっちにしても体力が1000以上とかにならん限りは普通のダメってことになるけんね、いけ、あ、これってあれなんか、わざわざ回復せんでも回復されたところまで行ったの、あれ、どういうことだ、あー、何やってんだ私何やってんだ私、意地悪してんじゃねえぞえ、つらいつらいつらい、目つきが超悪いんですけど、デビルデビルデビル、私落ち着け、お、なんだなんだ、ライトニング、おお、嫌なやつ、めちゃくちゃ嫌なやつなんだけどちょ、改心させてあいつを、目が怖いよ筋肉痛になりそう、まあ、そういうこともあるよね、そしてあんだけ暴れ狂ってたアイナが落ち着いたんだけど急激にはい、クルボンはレベルアップ、私ももうちょっとレベルアップしそうなんやけどな、ないかないか、お茶飲みたい、お茶ぐらい飲もう、大丈夫大丈夫とか言える場合じゃないよ、はい、開けよう、ゲーム券を3枚ゲット、ありがとう、水分補給は大事やけんね、いや昔なんか小学校の時とかに学校帰りは水を飲んだらダメ、学校帰りというか学校の外で水を飲んだらダメみたいな決まりあったけど、登下校中も飲ませろよって感じよね。あの頃はなんか、ちょっと全然疑問に思ってなかったけど。ほんとやね、なんか怖いね。怖いね。学生はやっぱりこう、学校の決まりが全てみたいな。学校が世界の全てみたいな感じになるもんね。いやー、洗脳されてるわ、恐ろしい。はい、アイナはレベルアップ。超回復料理を覚えた。仲間一人の HP がかなり回復する美味しい料理を作ってあげる技。ちゃんと体力が回復する上に美味しい。大事。美味しいの大事。まずかったら嫌やもんね。ようやく口に逃がしては言うけれど。お、助けた人が1350人になったので。神の力の目覚め。
HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが420から440になった。ほっほっほ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を認めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに、次の目標は1400人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。なんなん？お、職業変える力来たー。自分や仲間が別の職業に転職できる。ほっほっほ。ついに目覚めたようだな。職業を変える力が。大魔王の城に向かう緊張感が新たな力を目覚めさせたか。これでソナタと仲間たちは別の職業に転職できる。そして、ソナタが大魔王を遊びに封印された職業も解放された。最終は隣にいる旅した職業に戻れるのだ。めでたいの。ほっほっほ。めでたいかどうかはわからんけど、まあ、いいことなのかなかな。あ、待って。ピッコーちゃん一人やん。お、宿屋で転職できるようになりました。メニューの仲間から転職できますよ。ちょ、待って、とりあえず、なぜキャンディーさんを、ね、あっちに入れたんだ。はい、これで料理。お任せめっちゃ吹っ飛んだ。お、そしてみんな満足やん。よかった、よかった。はい、そして、ゲームコーナーで、ルーレットを。チェックのエプロンをください。私のでしょ、それ。チェックのエプロン、チェックのエプロン、大事よ。ください、ください。ください、ください。おーっと、抜きゃー。経験値かー。経験値かー。まあじゃあこれは、一番レベルの低いキャンディーさんに、たっぷりと渡しておこう。お、レベル14になった。あ、よかった、そこまでたっぷりやった。あんまないかなって思ったんやけど、レベル上がったわ。よかった、よかった。そして、お小遣い。お。じゃ、とりあえず、キャンディーさん。はい、服を買っておいでなさ、さい。キルの衣を買ってきた。さ、色味的には、ちょ、派手やね。めっちゃ派手やから。あれ？色。ま、いっかあれで。ま、いっかあれで。え、なんか動かんかったんやけど、気のせいか。ほい、ということで、じゃ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、あっという間に仲間も3人戻ってきて。ね。全然変わらん、変わらん感じで旅が続けれるということでよかった。あと6人も頑張って救っていこう。